今日も遅くなっちゃった、寝る準備してた。まだ明日のお話し会、黄色いお洋服ね、まだ決めてないんだけど、明日は何着ようかなと思ってる。ありがとう、飛行機ブンブン飛んでるよ、ありがとう。大谷さん、俺はどうしたんだい。今日はメイク、そう、ちょっとメイクした。昨日さすがにさ、なんか画面見てて嫌な自分って思ったから今日はちょっとした。えらい、ありがとう、飛行機飛んでます。そう、まだこの配信中に写真集の特典がつく期間なので、まだ私もできることがあるのでやりたいなと思って今日も配信しました。はい、まずね、この写真集、ここのカードで写真集を買うと特典で私のコメントとサインの印刷入りのポスターがついてくるので、みんなね、結構もう購入してくれてて、もう何冊も買ってくれてる人もいて、だからもしね、まだ懐に余裕があるよって方とか、あとはまだ買ってないけどすごく気になってるからこの機会にっていう方も、ぜひぜひね、購入ログを読んでいくので、今日もありがとう飛行機めっちゃ飛んでるんだけどそう、今日はお話し会がありまして、一日ありがとうございました。昨日のね、ショールームでやってたパーカーで朝起きてそのまま行きました。で、狐の耳を持ってって、寝てたけど起きました。ごめん、起こしちゃった、ありがとう。こんばんは、ありがとう。そう、お昼もインスタ、あー、私の声が聞こえちゃう、端末で見てます。リップ治ってないんだけど、今リップすごい塗ってるの見える、テカテカでしょ、だから治るように祈ってるそう、後ろヨギボーなの昨日寝て起きたままの残骸みたいになってるんだけど、そう、私昨日もこのヨギボンの上で寝まして、そう、このね、ヨギボンの上で寝てたっていう証がすごく残ってるでしょね恥ずかしい、布団が朝起きたらずり落ちてた、若干。今日もありがとう。これは、このリップはね、なんかディオールのさ、ちょっと色、ピンク色につくリップ薄いやつと、あとナチュラルハニーリップっていう薬局で売ってるやつ重ねてて、今日お話し会でね、そう、唇の割れにはモアリップがいいよって言われてて、ね、言われててじゃない、教えてもらって、そう、だからね、今日帰り薬局行きたかったんだけど閉まってたから、ちょっとまた買いたいなと思って、今シュプレの DVD 見てて、ありがとう、嬉しい、私まだ見れてないありがとうございます。そう、なんか今日の話し会でもすごいみんなからシュプレさんとか写真集の話、お祝いとかしていただいて、なんかね、一緒に写真集開いてみて、このカットが好きだよって言ってくれたりもして、めっちゃ嬉しかった。そういろんな意見っていうか、いろんな感想がすごい嬉しくて、このミリちゃんがすごくらしくて好きとか、こういう顔見たことなかったからすごい好きとか、あとまあ水着とか下着にも挑戦したから、なんかセクシーだねって言ってもらえるのもすごい嬉しかったから多分みんな優しい人が多いからさ、多分気遣ってあんま下着の話とかはそこまでしない人が多いんだけど、でも頑張ったから私的には、褒めてくれる人とかもいてすごい嬉しくて、そう、だからセクシーだねとかも言ってくれるのはすごい嬉しいからね、ありがとうセクシーだねってあんまね言いづらいと思うけど、ありがとう。購入ログ読もう
私の手元の携帯で購入ログを読む。購入ログ、え、待って、めっちゃ増えてる。ありがとう、読んでいくね。あきと、ありがとう、今日もお話しな、したありがとう、いつも何枚目なの写真集、ありがとうね、楽しみにしてて。あやちゃん、ありがとう、写真集買ってくれたんだね。あやちゃん、ありがとう、届くの待っててね。あやちゃんの家に行きます。次、ゆういち、あ、ゆういち、ありがとう、今日も嬉しい、ミリの大好きな人、ありがとう、今日も待っててね、いっぱい届くと思うけど。はるきくん、あら、はるきくん、ありがとう、今日も。はるきくんね、わかるよ、私いつもコメントくれてるよね待っててね、届くの、ありがとう、いっぱい。16日に買っちゃったからログ読まれない、ちょっと悲しいけど楽しみにしてます。そうだよね、16日に特別配信があって、その時にかなりみんなね、こうやってカートに入れてくれてたから、その時はね、お名前読めなかったんだけど、そう、それがとてもちょっとね、申し訳ないけど、ありがとう、嬉しいよ。え、待って、アキトさんの前にもいる、教えて。私の携帯にね、反映されてないかもあ、本当だ、あれ、本当だ、書いてある、こっちには。しょうくん、しょうくんだよね、一番最初、しょうくんかな。しょうくんってあんま呼ばないけどありがとう、今日も何冊届くのありがとうね、嬉しい、待っててね、ポスター。さきえちもありがとう、さきえち、お写真も撮ってくれて、いっぱい指ハート、ありがとう、さきえち。お腹をホットジェ、ホットジェ、今日もありがとうねえ、もうすごい量届くよ、ありがとうね、ホットメガネ。みつき、ありがとう、みつきも、今日すごい嬉しい言葉いっぱいもらって、ありがとう、いっぱい届くと思うけど待っててね。皆さん、ありがとうございますね、すごい、みんな、なんか飛行機すごい飛んでるありがとう。でもね、本当にもうたくさん皆さんに嬉しい言葉とかもらってるので、全然ね、見てくれてるだけですごい嬉しいし、ログはね、読ませていただいてるんですけど、みんなの感想とかいっぱい全部見てるので嬉しいなと思いながら、ありがとうね。次が、あ、あきと呼んで、あみちゃん、ありがとう、あみちゃん、読んでなかったね。え、今日もありがとう、さっきもなんかお話ししたからさ、すごいなんかさっきぶりって感じ、ありがとう、あみゅいっぱい、何冊あってもいいんだよもう心が広くて。Amazon のレビュー書いてありがとう、読んでる、なんか着々と増えててすごく嬉しい。なんか私さ、あんまりお願いできなくて、お願いできないっていうか、書いてってなんか言うのもちょっと違うのかなと思ったけど、でもお願いしてよかった、勇気出してありがとう、嬉しいです。お茶、エミリコップなんだよね、これいただいた。え、そういえばさ、なんか私最近お誕生日だったからさ、プレゼントをすごく送ってくださってて、皆さんプレゼントとかお手紙とかなんかちょくちょく受け取っているんですけど、なんか圧力鍋が届きまして、ファンの方からありがとうございます。何が欲しいってお話し会でさ、その方に聞かれて、今は圧力鍋かアクセサリーかなみたいな言ったら、本当に圧力鍋をプレゼントしてもらっちゃって嬉しい。私さ、角煮を作りたくて、でも角煮作るのって本当に大変だから、圧力鍋あったらなーって思ってたら、いただきました、ありがとう、大事にします。
というか皆さん本当にありがとう、いろいろ。もうなんかこの今月はすごいありがとうばかり言ってしまうけど、ありがとうって ありがとうって言い過ぎなぐらい言ってんだけど、本当ありがとう やばい、笑えない、痛いもん唇の間が。本当にこのね真ん中なの、痛すぎ、痛すぎて笑えないんですよ。これが精一杯。でもベロはだいぶ治ってきた。ベロは痛くない、あんま。このね、笑うたびにブチーって切れるんだよ、唇が。痛すぎて泣いちゃう。ゆういち読んで、あきと読んで、トペちゃん読んだっけ？トペちゃん読んでないよね。ありがとう、トペちゃん。今日もすごい嬉しい微笑みを 見せてくれてありがとう。いっぱい届くと思うけど待っててね。嬉しい、飾ってね、いっぱい。読めてるかな？その前の人とかいた？こっちでコメントを読んでいこう。ピエンピエン。痛いもん、唇が。MKT さんありがとう。写真集購入しました。ありがとね。MKT さんなんか久々に名前呼んだ気がするんだけど。届くの待っててね、ありがとう。嬉しい。あとは、痛いよ。あゆちゃん読んだ？あれ？読んでないよね。あ、でもさっき読んだ子。さっき読んだね。あゆちゃんありがとう。そうだ、読めたね。あゆちゃん読んで。次が めっちゃ心配されてる、唇の。大丈夫だよ。大丈夫ね。カラオケに識別追加されたらしい。なんかね、さっき私も調べて、検索してみたんだけど、こっちのカラオケには入ってないんじゃないかな。わかんない。私が見た後に追加されたのかな。ルルタン、ありがとう。女の子だね。嬉しい。ルルタン、楽しみにしててね、届くの。シナモン好きなんだね。あかりちゃん。あかりちゃん、今日もありがとう。え？待って、昨日も呼んだと思うんだけど、あかりちゃん。あれ？違うかな？あかりちゃん、いっぱいありがとう。嬉しい。ありがとね。あかりちゃん楽しみにしてて。あかり、あかり、あかり。ジョイサウンドにあるよね。そう、ジョイサウンドにはスイテストガールとかもあったから。推しセカもさ、ツアーでさ、シャッフル、ユニットシャッフルして、あ、やばい、推しセカ歌ったことないと思って、人からでちょっと練習しに行ったりしてたんだけど、推しセカを。そう、ジョイサウンドにはあるから。ジョイサウンドでやってた。もしもし、今何してる？ああ、付き合いだもんね、わかった。はなちゃん、ありがとう。好きな人購入しました。ありがとう、はなちゃん。嬉しいよ。シナモン、私も好きだからお揃い。このアバター可愛いね。はな、ありがとう。はな。あとは、はるきくんは読めたよね、さっき。はるきくん、あれ、はるきくん読んだよね、さっき。読んだよね、この一本の毛の。今日もじゃん。この前も買ってくれてたよね、ありがとう、本当に。はるきくん、ありがとう。やばい、ハート打ち抜かれた、ズッキュン。これ文字だけだとちょっと本当かと思っちゃう。もみじちゃんありがとう。もみじちゃん今日も嬉しいよ。もみじちゃんからこうやって応援してもらえるの嬉しいよ。届くの待っててね、もみじ。16日に買った分発送されてた。あ、早いね。
じゃあポスターちょっと早めにゲットできるんじゃない？じゃない？そう、明日もお話し会なのでよろしくね。この購入できるショップはいつまで表示される？3月28日までです。そうだから、その期間いっぱいやりたいなと思ってて、できるだけなんかたくさんの方に届くといいなって思ってて、このリリース期間がね多分すごく大事だと思うから、私も頑張れるだけ頑張りたいなと思ってて、みんなありがとう、ついてきてくれて。写真集28日だよね。だよね。ありがとう、いっぱい飛行機がすごい飛んでるよ。ありがとう。次がマスキヨ、あ、キヨちゃんありがとう。今日お話し会も一緒にお話できて嬉しかった。ありがとう。待っててね、いっぱいあるよね。ありがとう、いっぱい。次ハピちゃん、ありがとう。ハピちゃん嬉しい。ハピハピハッピーだね。ありがとう、ハピちゃん。カズリン超ありがとう。カズ嬉しい。今日ちょっとね寂しかったよ。嘘、まあ嘘じゃないけど、嘘ではないけど、頑張ってんだろうなと思ってた。ありがとう、カズいっぱい届く。ジュソくん、ありがとう。ジュソくんももう何冊届く、ありがとう、嬉しい。そう、一緒にねこのカットが好きだよって言ってくれたのめっちゃ嬉しかった。やっとご帰宅、お帰りなさい。お疲れ様。お疲れね。毎日ショールームやりたいんだけど、まあできるかな。で、うん、できる日はやりたいですと思ってます。そうそう、今日買ったやつもサインの特典付き。うん、そうだよ。今日のうん、このカートで買ってくれたらポスターついてきます。印刷なんだけどね。無理しないでね。ありがとう、全然無理してないよ。ログ今どれぐらい溜まってるのか正直ちょっと今わかんないんだけどさ、読めてるかな。でも今日ちょっと昨日より早めに配信できたからポンポン読んでいくね。ありがとう。やてせさんありがとう。初めて読む名前かもしれない。やてせさんのお家に届くの待っててね。行きます。ありがとう。なのこちゃん今日もありがとう。今日もお話ししたなのこちゃんだよね。ありがとう。いっぱい嬉しい言葉かけてくれた。ありがとう。ゾノちゃん今日もありがとう。え、今日話したゾノちゃんかな。ね、そうかな、違う、そうかな。ありがとう、ゾノちゃん嬉しい。前髪綺麗なゾノちゃん。そう、昨日めっちゃギリギリだったの。そうそうそう、だからね。そう、焦っちゃってるけど、いつも写真集買っちゃいました。ありがとう。そうだから、読みながら自分の話もちょいちょい入れていけたらなと思うから、みんなまあ楽しんでもらいたいなと思います。ありがとう。写真集こちらで購入させていただきます。ありがとう。あ、そうそう、なんかさ、私ショールームちゃんとできそうな日があって、月曜日の、まあ、夕方はわかんないけど、まあ、夜かなぐらいに多分結構長くできるんじゃないかなと思ってるから、月曜日多分やると思うから待っててほしい。いっぱいコメントとかも読みたいし、写真集についてまだ全然お話できてないと思うから、それについても話したいし、お誕生日だったからそういうなんか23歳になりましたっていうやつもしたいし、そうだ、イコタイムと被らないようにね、それな、そのイコタイムと被らないように配信します。じゃあちょっと夜かな、夜ぐらいになるかな。ね、ありがとね。はるやん06543、ありがとう。はるやん嬉しい。初めて読むかな、楽しみにしててね。届くのありがとう。笹パンダさんありがとう。パンダさん嬉しい。笹パンダさん届くの待っててね。
嬉しい、ありがとう。まさきくんありがとう。まさきくんもありがとうね。まさきくんのお家に参りますので待ってて。大地くんありがとう。大地くんのお家にも行きます。毎日見つめてください。ありがとうね大地くん。あさかちゃんありがとう。いっぱい、あさかちゃん昨日もありがとうね。あさかちゃんの写真も好きだし本人も好きだよ。ありがとう。がっちゃんありがとう。がっちゃん嬉しいです。届くの待っててね。毎日話しかけてあげてください。嬉しいね。百室見ました。新幹線ちょっとちょうど見てたから嬉しい。びっくりしました。あら、そう、百も百を痛い、笑わせないで。そう、百室が今公式 YouTube の方に写真集のね公開されてて、そう、ゾンビ映画ねめっちゃハマってて、でも最近見れてないんだよね。スイートホームも今途中までで、ゾンビ映画超好き。後編も楽しみにしててください。ゾンビ映画他に何見たの？見てない。新幹線とスイートホームでいっぱいだった。まあハマってるって言わない？それって。ウォーキングデッド見てない。見たいよ。そう、でも追いつけなくて、まだ見る、時間できたら見る、見たいなって思ってる。そう、 YouTube の方もみんな見てくれて、百室もね結構再生回数もいったんじゃないかな。みんな見てくれてありがとうね。コメントも全部読んでるから。この前さ YouTube の方のコメント少ないって嘆いたから、みんな多分コメントしてくれたりして、ありがとう。読んでます。みんな盛り上げてくれてありがとう。最高だぜ。トッケビおすすめね。トッケビも聞いたことある、メモってた。そうそうそう、ありがとう見てくれて。ニアちゃん、え、ニアちゃんさん、わかんない、ニアくんわかんない、ニアちゃんだと思う。ありがとう。好きな人行きます、待っててね。あがたろ、あがさんありがとう。今日も嬉しい。ポスター飾ってね貼ってね、ありがとう。麻婆くんありがとう。今日もありがとう。この前も読んだよね。麻婆豆腐食べたいなって思う、ありがとう。まあ、えりちゃん今日もありがとう。今日のお話し会も話して、えりちゃんあれだよね、キャンディーえりちゃんとムーンエリちゃんだよね。ありがとう、嬉しかったよ。いっぱい届くね、ありがとう。ココ、ココちゃんは今日話したココアだよね。ありがとう。もう戸惑わないぞ私は。ありがとう、嬉しい。いっぱい届くと思うけど、いっぱい毎日見つめ合おうね。ありがとう。ドラマスターの話をしたんやが、いやそれな、私はもうめっちゃ聞いてるよ。ドラマスターさん今すごい一番好きなアーティストさんだな。まあでもこれ結構前に言ってたもんね、自粛期間から見つけて好きになって。最近新曲も出されてて、その日にチェックした。いまだにまだ好きですよ。みま、み、みぱ、み、み、ミパ、ミパバズさん。ちょっと濁点が難しくて寄ってしまった。ありがとうミーバーさん、ミーパーさん。嬉しい、ありがとうね。嬉しい、みんな一緒。あと最近は公開されてたハニーワークスさんのアイドルの曲がめっちゃ良くて、みんなも聞いてみてほしい。ハニワさんの曲、そう、ボカロとか歌ってみた、私超好きでさ。まあ前も話したけど、あのニコ動のランキングとかも1時間おきに更新して見てたからね。それぐらい好きでした。ニコ中でした。リサマルちゃんありがとう。お写真好きな人をここにしました。ありがとうリサマルちゃん、楽しみにしててね。待っててね、ありがとう。かりんちゃんありがとう。わ、この猫のマーク知ってる。かりんちゃんいつもありがとう。
かりんちゃんと見つめ合えるの楽しみにしてます。ありがとう。まやちゃんありがとう。女の子いっぱい続くね、嬉しい。まやちゃんありがとう。まやちゃんのお家にゴーします、待っててね。ありがとう。そうニコチューだよ。そう歌い手さんとか超聞いてた。あと踊ってみたも好きだったし、まあ個人的に若干やってた時もあったし、まあね、恥ずかしながら。私はドラマストアさんはあんで選びきれないんだけど、秘密が好きかな。秘密、あとは選びきれないね。ラストダイアリーも好き。ドラマスターさん好きになったきっかけが、可愛い子にはトゲがあるなんだけど、それもめっちゃ好きなんだけど、そういろんな曲好きになる。次、台湾のみやおさん、ありがとう。みやおさん台湾からありがとう。届くの楽しみにしててね。届くかな、ありがとうね。ハニは何が好き？待って、ありすぎてどうしようって感じ。ちょっと具体的に出して、その中から選ぶ。何が好きだっけ。名曲ありすぎだよね。キラレもいつか歌ってほしい。いや好きだよ、バラライカ好き。恋かな、ハッピー。あ、ハッピーはめっちゃ歌ってた、人からで一人で人前ではちょっと歌いたくないけど、人からでハッピーを与えます。天月さんね、私もすごい好き。めっちゃ良い声だよね、声。あーわかる、初恋の絵本好き、今好きになる好き、語学旅行練習好きなんだよね。やっぱ語学旅行練習かな。他になんかあったっけ。結構前の最近の楽曲も好きだけど、その私が中学高校時代の曲が好きだったかな。好きだったっていうか好き、今も。告白ライバル宣言いいよね。ジッタありがとう。わ、久しぶりに名前呼ぶんだけど、ありがとう。読んでね、もっと好きになってありがとう。蘭月ありがとう。いつも蘭月のお家に行くのを楽しみにしてる、ありがとう。ジェラー今日もありがとう。今日もいっぱいお話ししたけど、好きなカット聞けて嬉しかった、ありがとう。あのね、ジャンヌ・ダルクさんはもうね、あの殿堂よ、私の中で。もう私の原点であり頂点。まあね、一番とか決められないんだけど、ジャンヌさんはめっちゃ好き。アイドルソングね、最近何聴いてるっけ。最近ね、イコラブばっかあるわ。うわ、いっぱいあるな。なんだろう、私放課後プリンセスさんのジュリエットめっちゃ好きなんだよね。そう、あとはマツくん、ありがとう。マツくんだよね、男の子かな。ありがとう、嬉しい、楽しみにしてるね、行くの。ありがとう、マツくん。双子が好きな一般人、え、待って、誰、どういうこと。あ、でも分かる気がする。いつもありがとう、嬉しい、ありがとうね、いつも。こちらでも写真集注文しました、ありがとうね。ジャンヌダルクはメンヘラって言われた子の嘘、そんなことないでしょ。 ABC さんも好きだよ。そう、好き好き、 ABC も好き。好き、バンギャだったの。うん、そういうわけではなくて、でもビジュアル系のバンドさんはすごく好きだったんだけど、なんかお姉ちゃんじゃない、お母さんの影響で、お母さんがツタヤで借りてきたのを聞いて、そこから素晴らしい曲って思って、そこから好きになったんだけど、そう、でもなんか DVD 買うとか CD 買うとか、そういう、うん、ライブとか行ってみたかったけどね。そうそう、マミちゃん好
きある子にしました。ありがとう、まみちゃん、嬉しい。まみちゃんは楽しみにしててね。クロミちゃんだ、マイメロだよ。ありがとう。しーちゃんぴょん、ありがとう、しーちゃん。しーちゃんって呼ぶ、ありがとう。しーちゃん、今日もお話ししてくれてありがとうね。いっぱい届くと思うけど、ありがとう。もう36分早いね。あとログどれぐらいあるんだろう、ちょっと見れてない。キャパさん、ありがとう。キャパさん嬉しい、初めて呼ぶからな名前。キャパさんのお家に行くの楽しみにしてます、ありがとう。夏行き、ありがとう。夏行き、今日もお仕事お疲れ様、ありがとう。届くの楽しみにしてて、ありがとう。メイメイ、ありがとう。メイ嬉しい、ありがとう。毎日見つめ合おうぜ、ありがとう。ありがとう。マイメイ、おマイメイ、おマイ、モノマネうまいね。絶対嘘じゃん絶対嘘だよね。でも私ね、曲もその音楽もすごい好きなんだけどさ、無音の時間が好きで、基本無音かもしれない。そう、みんなさ、その生誕動画とかケーキとかもうすごい方法で私のことお祝いしてくれて本当ありがとうね。もうびっくりして口開きっぱなしだった。本当なんか私誕生日の日、本当にそのみんなのツイートとかお祝いのコメント見てて、もう夜中3時とかまで起きてて、朝方まで起きてたんだよね実は。見てました、すごい。ありがとう。あやかちゃん、写真集購入しました、ありがとう。あやかちゃん、あやかちゃんの好きな人になれますように、ありがとう。今井、てるちゃん、ありがとう。今日夏美香さんがあげててくれたんで嬉しい、ありがとう。てるちゃんのおかげ、ありがとう。わかちゃん、ありがとう。わかちゃん、今日話したわかちゃん、ありがとう。いつもわかの好きな人で、私が断定。そう、夜更かしなんですよ私は。というかね、夜更かしというかね、ほんとあれだと思う、不眠症的な。結構6時とかまで起きてる日も多いし、なんでだろうね。早く寝たいと思いながら布団の中でこうやってやってるんだけど、寝れない寝れない寝れないって言いながら寝れない。40分だ、読んでいくぞ。タナリーさん、ありがとう。タナリーさん、女の子かな、このアバターからすると。タナリーちゃん、ありがとう。好きな人にならしてください。サワッチさん、ありがとう。サワッチさんも嬉しい、ありがとう。サワッチさんのお家にゴーしますので待っててね、ありがとう。琴音ちゃん、ありがとう。マイメロの琴音ちゃんだ、わかるよ。いつも私の素敵な写真を撮ってくれてありがとう、嬉しい。ナナちゃん、ありがとう。ナナちゃん、ナナありがとう。ナナちゃん嬉しい、楽しみにしててね、届くの、ありがとう。そう、肌はね、なんかあんま荒れないんだよね。でも体の肌が結構弱くて、肌荒れが目立つ時があるから、そういう時はもうどうすればいいんだろうと思いながら、お肌のクリニックとかを通ってるんだけど、なかなか治んないっていうね。シュープレ見てる、ありがとう。そう、シュープレさんの期間もあともう明日だけか、もう明後日からは次の号になってしまうから、もうすごく幸せな1週間をありがとうございます。不眠外来行ったら本当に世界変わる、本当に。え、行こうかな。え、それでさ、なんか起きれなくなったりしないかな、どうなんだろう。ちょっとそれが怖くて行けてない。昨日も同じナナのポーズしてわかる、やっぱそうだよね。そう、私もそう思いながらやってた。スギちゃん、ありがとう。スギちゃん、昨日もニコニコというかニヤニヤしたスギちゃんが見れて嬉しかったありがとう。いっぱい届くけどありがとう。赤キャビンさん、ありがとう。初めて読むかもしれないこの名前。赤キャビンさんの好きな人になれますよね、ありがとう。ケイタくん、ありがとう。ケイタくん、英語のケイタくん、ありがとう。楽しみにしててね、ケイタくんのうちに行きます、ありがとう。
蜂蜜飲むと寝れる本当？え、私いい蜂蜜がお家にあるからそれペロペロしようかな。ペロペロ。シンプレ今日買ってきました。ありがとう、なんかちゃん嬉しい。写真集お待ちしてます。待っててね。いつ届くんだろうね。楽しみにしてて。ひなちゃん写真集購入しました。ありがとう。ひなちゃんの好きな人になりますように。嬉しい、ありがとう。リコアットマークオタニエミリー、ありがとう。オタニエミリーのリコ、ありがとうね。嬉しいよ。メイデン今日もありがとう。もうすごい長い間話してくれてびっくりしたけど嬉しかった。今日もありがとう。待っててね、届くの。寝るときは靴下履かない方がいいみたいですよ。うん、履いてないんだよね、いつも。裸足。裸足なんですよね。そうなんですよね。え、次が？カンタさん、ありがとう、カンタくん。カンタくん、男の子だよね。私のアバターだ。ありがとう。カンタくんの好きな人でいられますように。次、しげちゃん、ありがとう。しげちゃんだ。ありがとうね。今日もありがとう。私こそありがとう。いっぱい元気もらってる。いっぱい届くね。ありがとう。嬉しいよ。あ、逆にスッと起きれるようになる。待って、そうなんだ。いや、行こうかな。ミリナの筋肉褒めてて嬉しくなった。ありがとう、母上様。嬉しい。ご家族でね、見てくれたり。嬉しいです、とっても。あ、結構上の方まで来たんじゃない？ログ。よかった、よかった。ちょっと読んでくね。番長、今日もありがとう。番長のうち何枚届くんだろう。ありがとうね。番長の好きな人です。すだたん、今日もありがとう。嬉しい。お疲れ様。お仕事終わった？帰ってきた？すだたんの好きな人で、ありがとうね、今日も。しょしょさん、ありがとう。あ、今日もお話ししたよね。すごい、なんかめっちゃテンション高くて好きだよ。ありがとう。ありがとうございます。新種のレビューしておきますね。ありがとう。とっても嬉しい。お仕事ありがとうございます。しびれの DVD お母さんと見たよ。ちょっとやばくない？大丈夫？恥ずかしいんだけど、私がすごい恥ずかしいけど、ありがとう。嬉しいです。なんかね、本当にみんなが好きって言ってくれるカットが、あ、本当意外なカットがあって、あ、やっぱり人から見る自分と自分が選ぶ自分って違うんだなと思って。その写真集の写真、私が選んだわけじゃないからさ、そのなんか選んでくれた人ってすごい分かってるんだなと思って、すごいなと思いました。自分じゃやっぱ作れないからね。感謝ですね。ポスター星さんに買いました。ありがとう。読んでいく。あおにゃん、今日もありがとう。今日も読んだよね。え、何枚届く？ありがとう。ずっと好きだよ。ありがとうね。しゅうぽぽちゃん、ありがとう。しゅうぽぽちゃんも今日もありがとう。いつも名前呼ばしてくれてありがとう。しゅうぽぽちゃんの好きな人です。ありがとうございます。主観と客観ってめっちゃ違うんよ。ほんとそうだよね。私客観的な視点は持ってるとは自分で思ってるんだけどさ、やっぱ人はね、人生じゃなくて世界にはいろんな人がいますからね。やっぱすごい勉強になるし自信にもなるから嬉しいですね。ねねね。あ、クリーンだからさ、ありがとう。今コメント読んだよね。私今日もありがとう。クリーンだからも好きだし、クリーン宝さんも好きだよ。どっちもありがとう。ハルルルンちゃん、ありがとう。嬉しい。なんかこのアイコンめっちゃ面白いけどキランって感じ。ありがとう。ハルルンちゃんのお家に行きます。待っててね。45分なう。ミリネの腹筋褒めててありがとう。でもまだね、ちょっとまだできるなと思ったから、ぷよぷよだし、まだもっとかっこよくなれるように。でもかっこよさとかいらないのかな。多分それは自分はかっこいいの欲しいけど、多分みんなからしたらちょっとなんかまあ肉感がある方がいいんだろうなと思うし。でも今回結構私太ったというか、ちゃんとお肉をつけられるように頑張ったと思う。うん、痩せすぎの自分の姿ではなかったから多分。
ちょうど良かったんじゃないかなって思う。頑張った、正直頑張ってた。あの写真集の前すごい頑張ってた。ありがとう。みのりんごちゃんありがとう。みのりんごわかるぞ、いつもありがとう。私の好きな人ありがとう。あやの、あやのありがとう。今日もいつもいつもありがとうね。あやののこと好きだし、好きでいてくれると思ってる。もえくまちゃんありがとう。かわいい名前だね。もえくまちゃんのお家行くの楽しみにしてるね。ありがとう、ありがとうね。あ、やすくんもありがとう。やすくんさっき塔を立ててくれてたよね。ちょっとまた読むね。ありがとう。やすくん楽しみにしてるね。やすくんのお家行くの。え、マツケンさん今日もありがとう。マツケン0328、え、お誕生日もうすぐってことなのかな。もしかしたらおめでとう、違ったらごめん。ありがとう、マツケンさん。これなんて読むんだ。シースカイさん、シースカイさんありがとう。海に空、いいね。海も空も写真集に入ってるから読んでね、ありがとう。明日行くね、楽しみにしてます。お話し会、いろんな人とお話できるから嬉しいです。今日焼き芋食べてた。焼き芋とサラダを食べた。意識高い。なんか誕生日期間さ、すごい美味しいものとかいただいて、もう食べちゃうからちょっと気をつけなきゃと思って。そう、まさに50分だ、頑張ろう。ももちゃん、あ、ももた、ももちゃんありがとう。めっちゃ可愛いアイコンだね、嬉しい。ももちゃんのお家行くからね、いっぱいありがとう。いつも梅たんまんさんありがとう。梅たん嬉しい。梅たんの好きな人になれますよね。ありがとう。ゆうくんありがとう。ゆうくんのお家に行くの楽しみにしてるね。いつもありがとう、いっぱい嬉しい。大谷さん、そうめんみたくすすりたくなってる、めんつゆでお願いします。え、ほんとえって感じだ。どういうことよ。そう、沖縄そばめっちゃ美味しかった。もうまた食べたい、すぐに食べたい。マヨママ笑ってしまう。ありがとう、今日の出来事思い出して笑ってしまうよ。ありがとう、ママ。お姉ちゃん、私の彼氏マヨ、ありがとう。なるちゃんありがとう。さっきもコメント見たよ。ありがとう、ポスター飾ってね、毎日見つめ合うね。ありがとう。で、お話し会の後、チコウィズハニーワークスのライブ、え、あるの？羨ましすぎるんだけど。いいな、いいな、いいな。ぬまっくさんありがとう。ぬまっくさんもお家届くの楽しみにしててね。行くね、ありがとう。リコ、リコちゃんありがとう。リコ嬉しい。リコの好きな人になれますように。慣れてるか、慣れてるかこれ。ありがとう、嬉しいです。2冊買っちゃった、シュープレ、ありがとう。いろいろあって、何があったんだろう、ありがとう。嬉しい。なかちゃんありがとう。男の子かな、このアバター。なかちゃん楽しみにしててね、ありがとう。お家に行きます、ありがとうね。ひでまるさんありがとう。ひでまるさん、お家行くの楽しみにしてる、楽しみにしてて、ありがとう。ひでまるさん、マリオちゃんおありがとう。ありがとうって言っちゃった。マリオちゃんの好きな人になれますように、ありがとう。しんいっちさんもありがとう。しんいっちさん、しんいっちさんの好きな人になれますように、ありがとう。ようちゃんありがとう。ようちゃんも届くの楽しみにしててね、毎日見つめてください。サリーちゃんありがとう。サリーちゃん、私と今日結婚したサリーちゃんありがとう。毎日見つめ合おうね。あ、結構上の方まで来た。次ギフト読むね。ちょっとギフト読む時間結構少なくなってきちゃった。眠くなる？声落ち着く？ Let's have a break. City's gone, city's gone, 毎日子守歌。次、ゆきぴょんありがとう。ゆきぴょんまだ私のところにいてくれた嬉しい。毎日見てね、毎日見てね。ナークラさん、ナークラさんありがとう。今日もナークラ、いつもありがとう。また私のこと好きって言ってね、可愛いって言ってくださいありがとう。次、えぐみさん、えぐみさんいつもありがとう。わかるよ、えぐみさん、
えぐみさんの好きな人でいられますように。ありがとうございます。ありがとう。ちょっとギフト読んでいこう。くま、ななちゃん、たいき、あきさん、まさゆき、やきぴょん、あとカズリンチョウ、くまじゅう、今日もありがとう。さっきも購入ログ読んだけどありがとうね。そう、また今日話せる。明日か、明日楽しみにしてるよ。いつもさ、たわいのない話からちょっと泣かせに来る話まで、もう泣かせないで私のこと。罪な男。嘘、この話言うとなんか今泣かされたみたいになったけど違うよ。嬉しいから、嬉し泣き、ありがとう。いつも52分なん。あ、ちいりちゃん、くま、祝いくま、おっきいよねこれ。ありがとう、お祝いくまさん。ちいりちゃん、いつもありがとう。あんみり推しの、これからもみりもあんぼ、どっちも推してください。ありがとう。ちいりちゃんにいつも愛をもらってて、とってもとっても幸せです。23歳の私もよろしくね。ありがとう。今井、ありがとう。今井、今井てるちゃん、ありがとう。いっぱい、そう、さっき夏みかんさんのストーリー見てめっちゃ湧いてしまった。てるちゃんが渡してくれたおかげです。ありがとう。てるちゃんの好きなページなんだったかな。夏みかんさんは青い水着っておっしゃってて、とっても嬉しかった。ありがとう、ありがとうってお伝えしてください。ありがとうね。けんぞうくん、あ、待って、これさ、さっきも購入ログでけんぞうって読んだけど多分マッキーだよね。ありがとう、名前変えるって言ってたから。ありがとう、マッキー。まさかのまた名前を変えたっていう。けんぞうっていうね、トレーナーを着てたんですよ、このマッキーさんが。着物イベントでけんぞう着てたよねって言ったら、けんぞうに名前に変えました。今日も楽しく話してくれてありがとう。見つけてくれてありがとう、私のこと。これからもマッキーでサイン書かせてね。ありがとう。ちょっとタワー読んでまだいけるかな。次はハンちゃん、ハンちゃん、ハンちゃん、ありがとう。今日もお話ししたハンちゃんじゃん。ハンちゃんからね、いっぱい今日褒めてもらえて嬉しかった。温泉旅行ね、私を連れてってほしかったけど、それは身を引いて楽しんできてください。ありがとう、いつも元気もらってる、はんちゃんに。いつもいつもありがとう、感謝してます。ありがとうね、はんちゃん。次、やすくん、やすくんもさっき購入ログ読んだよね。ありがとう、いっぱい。やすくんと話せる日が本当に嬉しいよ。車も好きで、車好きだよね、やすくん。ありがとう、いつも嬉しくて幸せです。押してくれてありがとう、やすくん。また話せるの楽しみにしてるね。わわわわ、時間がない。次、赤、赤、今日もありがとう。今日も話したね。イラスト、かわいいイラスト描いてて、イラストレーターになってよ、私の、私専属の。ありがとう、今日もいっぱい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 嬉しかったよ。お手紙もこの前書いてくれて泣いてしまったよね。ありがとう、大事にします、赤のこと。次、アリちゃん、アリちゃん、ありがとう。女の子のアリちゃん、アリちゃん、ありがとう、ありがとう。アリが10匹、ありがとう。しょうもなくてごめん。ありがとう、アリちゃん。アリちゃんの好きな人でいられるように頑張りますので、私も大事にします、アリちゃん。めっちゃ低音ボイス出た今、アリちゃん。ありがとうございます、皆さん。タワー最後かな、最後、ミッツ最後。ありがとう、みつき、ありがとう。今日は本当にもう話すたびに元気もらって、勇気もらって、癒しをもらって、弟に、さすが弟だから。あなたの笑顔が素晴らしいので、私が社長になったら雇わせていただこうと思います。ありがとうございます。
ありがとう、いつも元気もらってるよ、ありがとう。みつき購入ログ読んでいこう。56分なう。やばみやばみ。え、写真集完売？そう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 。え、ありがとう。まさかの今のタイミング。ちょっと待って。ね、読むね。まず読まして。危ない危ない。終わっちゃう終わっちゃう。大成手紙読んでくれた、ありがとう。大成いつも読んだよ。もうまだ私のことちゃんと見ててくれてるんだって嬉しかった。ありがとう大成。達也くん今日もありがとう。17、お誕生日おめでとうございましたです。ありがとう。今日プリンちゃん、あー、プリンちゃんも今日話したよね。ありがとう。いっぱい写真集届くと思うけど楽しみにしてて、ありがとう。プリン好き。推しメンスキピオ推しバントヌヌスボレットさん、めちゃめちゃ長い名前。推しメンスキピオ笑っちゃった。ありがとう推しメンスキピオさん。どこを名前読んでいいかわかんない。ありがとうやばいやばい。次、バヤちゃん、ありがとう。バヤちゃん、バヤちゃん見るともう可愛いってなる。可愛すぎて可愛いしか言えなくなる。ありがとう。カレピと一緒に2人で応援してくれてありがとう。幸せ。ゴジさん、ありがとう。ゴジさん、男の方、男の方ありがとう。ゴジさん、ゴジさんの好きな人になれるように願ってます。ありがとう。次がタツさん、ありがとう。タツくんかな、男の人。とても嬉しい、ありがとうございますね。ありがとうタツくん、お家に行けるの楽しみにしてます。え、これで終わりかな。え、もうショールームのあれ終わった。え、写真集、え、てか全員読めた。私ギフトとか読めてるかな。ナナちゃんありがとう。クマ、おはにゃありがとう。ゆきぴょんありがとう。読めたかな。読めた。やばい、はあ、終わった。時間内に読めたかも。え、完売してた、嘘嘘。てか完売するとかあるの知らなかったんだけど。ねえ、ありがとう皆さんのおかげ。なんか完売を目標にしてたってわけではないんだけど、というか完売することすら知らなかったんだけど、こうやってみんなが、うん、ありがとう。嬉しすぎる、本当に嬉しい。もっと感謝の気持ちを伝えたいんだが、あと1分しかないっていうこのタイミングで。じゃあね、また改めて、まあ明日、明後日かな、明後日きっとすると思うから、ショールーム夜。本当にありがとう。ポスターみんな飾ってください。そして写真集手元にある方、いっぱい見て好きになってほしいです。ありがとう。今日も遅くまで本当にありがとう。いっぱい名前読ませてくれてありがとう。そしてね、コメントもあんま読めてなかったけど、またこれからもいろんなみんなの言葉、嬉しい言葉とか読んでいきたいなと思うから、ありがとう。おーおお、嬉しいね、嬉しい、ありがとう。今日幸せな気持ちできっと寝れるんじゃないかなって思う。おやすみ切れちゃうかな。ありがとう、ありがとう。